しよっかな、これか、あ、これもあるか。はい、皆さんこんにちは、アキアです。今日はホログラムのやり方についてやっていきたいと思います。はい、ということで今日はね、このダヴィンチリゾルブを使ってホログラムの作り方をやっていきたいと思います。まあね、結構こういうの好きでしょう、みんな。はい、こういうのね、多分好きだと思うので、今日はね、これを解説していこうと思います。このね、ホログラムは、海外のね、クリエイターの方がやっていたものを見つけて、日本語でね、これを解説して、あの、ちょっとね、英語だとね、日本バージョンとは少し違ってたので、あの、日本語でね、解説しながらね、やっていきたいと思います。ほんまに結構簡単にできるのでね、ぜひやってみてください。ということで、早速やっちゃいましょう。はい、そしたらね、今からホログラムを作っていきたいと思います。まずね、自分で演技してください。はい、今こんな感じで一人でね、演技してください。で、これと、あとね、これこのね、画面キャプチャーの、ま、動画を使ってください。これをね、録画してください。はい、で、これから行きましょう。まあ、一旦この上にかぶせてもらって、でね、まあ、こう黒でね、覆われてるんですけど、これはね、クロップをいじれば解決します。このね、上クロップから調節していきます。自分の使うところに調節します。下も同じく、はい、これですね。で、次に、まあ大体のね、サイズとか、まあ、位置をね、調節していきます。はい、まあこれぐらいかな。で、この陽軸っていうものをね、こう使ってあげると、まあよりね、立体感が出るんで、まあこれはおすすめです。はい、これでいいね。で、この不透明度をね、この6、まあ大体60ぐらいにしてあげるといいかなと思います。まあちょっと薄いけど、まあこんなもんですね。で、それができたら、まあこういう風にね、速度も合わせてあげてください。はい、で、これはね、まあリアタイムコントロールとかで合わせてあげるといいと思います。はい、まあカットしてもいいと思います。はい、だからスクロールごとに、まあゆっくりやってあげて、で、余ったところをカットとかでもいいと思います。で、このね、このクリップの長さで下をね、切ってあげます。同じ長さで。はい、で、2つをまとめて右クリックで新規フュージョンクリップを押します。はい、そしたら1個のね、クリップができるので、フュージョンページに移動します。はい、そしたらこんなね、画面が出てきます。で、何もないところで右クリップ、そしてオプションズで右から、一番下から2番目のこれを押してあげます。はい、で、次に何もないところでシフトとスペースを押します。はい、そしたらこういう画面が出てくるので、ここに操作線と打ってください。操作線、はい、これで、そしたらね、これがあるんで選択します。そしたらね、これが出てくるんですね。で、これを、シフトを押しながらドラッグ&ドロップ、はい、そしたら入りますね。で、これで入ったら何が変わるかというと、見てください、こんな感じで、まあ、若干ね、こう、なんだろう、なるな、機械っぽくなるんですね。で、これをね、強弱とかをつけてあげます。まあね、あんま変わらないっちゃ変わらないんですけど、まあ僕はこの辺の、まあちょっと行き過ぎかな。どうやろうね、どの辺がいいかな、これ。この辺がいいかな。ちょっとギザギザっぽくしておきます。で、シャープネスとかもね、まあ調節してもらって、で、次にこのね、真ん中のクリップにアルファゲインっていうものがあります。で、これを下げてあげると、まあちょっとね、透明度が出ながら、まあちょっと光っているっていう感じになります。なので、これをいい感じに調節してもらって OK です。で、もう一回ね、操作線に戻って、で、次はね、色をいじっていきます。こんな感じでね、色もね、いっぱいいじれるようになってるんで、これをね、自分のね、好きな感じの、まあ、好きな好みの、まあ、色味にしてください。だいたいこの青ら辺か、この間に置いといて、で、こっちもね、いじる必要があります。で、こっちが結構シャドウ部分の調節になるので、どうしようかな、まあ緑っぽくてもいいかな、こんな感じにしとこうか。うん、こんな感じかな。うん、これでいいんじゃないでしょうか。これで OK です。で、次にもう一回ね、何もないところでシフトスペースを押してあげます。で、ここで次は英語でシャドウと打ちます。 SH まで打つと出てきますね。で、このシャドウの S、 シャドウ SH というものをもう一回ね、ここにシフトをしながらドラッグ&ドロップで落とします。
はい、次にそしたら、まあ、シャドウのねいじるところになって、でこれは何かというと、このねソフトネスっていうものを上げてあげます。でこれはねちょっと分かりにくいんですけど、色を変えたら分かります。はい、こういう感じで枠のね外に色をねつけることができるようになります。なのでこういうちょっとねホログラムっぽくなりますよね、これで。でこのね強弱もつけることができるので、まあ大体お好みで、まあ広すぎたらちょっとまあぼんやりしすぎかなっていうのもあるんで、まあ大体この辺でいいかなと思います。はい、これでね一通りできましたね。うん、で次にまあこれでね一応終わりです。まあただそのホログラムがポンって出てくるようなアニメーションだけつけてあげたいと思います。でこのシャドウを押して、ここトランスフォームを押します。はい、そしたらこれが出てくるので、これでね最終調節になります。まず自分がこのホログラムが出た位置に移動します。僕やったらこのね携帯をクイッと、ここですね、クイッとしたところ、はい、ここやね、ここで、これね出したいと思います。で次ここの、キーフレームをこことあとサイズも打っておきます。はい、で、このね出てくる前のところに持っていきます。なのでここ、こう来てここやね、こっから出したいと思います。でここに元のね小さなサイズを作っていきます。まあ、例えばこういう風に、まあ、出てくる前なので必然とこの携帯のね中からこんな感じで出てくるようにしたいので、まあ、割と下げてあげます。本当にちっちゃくしてあげていいと思います。はい、でこれを見てあげると、はい、こんな感じになります。でまあ最初ねここで出ちゃってるんで、これはここの部分でもう全部サイズごと消してあげたらいいかな。はい、ほんならねこんな感じで出てからスワイプまでしっかりとできてますよね。これがホログラムです。はい、ということでいかがだったでしょうか。結構簡単やと思ったでしょ。うん、まあそんな感じでね結構簡単にできるので、まあぜひねあのいろんなね作品とか、まあ、YouTube とかにもね入れてみたりしてください。今回ねご紹介参考にさせていただいたクリエイターの方もあの YouTube の概要欄に貼っていますので、ぜひねチェックよろしくお願いします。はい、じゃあねそんな感じで今日はここでね終わりにしたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。じゃあね。